余もこれでいいのでしょうか。天下の王は曹操を打ち倒すためになのに、曹操と図って慶州を取れ。イクソン、今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも葬儀も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。行くぞ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。関羽は前線か。好都合だな。いざ孫悟の明日のため軍神を討つ。今は明のことを考えていられませんぞ。行く覚悟参ります。裏切りはやめてください。裏切りか。面倒な敵に来やがって。しっかり働かねば関羽殿に叱られる。よろしくあるまい。敵の砦を守るのは美宝という指示。彼らは関羽に不満があると思います。参った。面白い。わしが相手になってやる。たまりかね。
とな働きだな。カン、お前がいる限り乱世は終わらん。戦にて死んでもらう。倒れるわけにはまいらん。ヤムザの喧嘩を見るまで。ウレッカン、逃げ出したか。おるぞ、何としてもこの戦で奴を撃つ。お前へと進むには関所を開かねばか。リホー、お前たちに働いてもらうぞ。来ようが運勢に変わりはない。このまま繁盛への投石攻撃を開始せよ。石が誰か助けてくれ。繁盛を落とされてはいかん。俺たちで投石を止めるぞ。龍毛殿の顔色が悪い。お見事です。私も見習わなきゃ。素晴らしい一発ぶりです。その首もらい受ける。いざ。見くびるな。邪魔をするならば龍毛を
協力し関羽を討たん。メイを破ったで挑んだ。必ず最高の戦果を上げなければ。無事か関羽よ。この奉還者が助けに参ったぞ。私が相手になろう。いつもながらお見事な武勇。さっさと出番もありませんが、素晴らしいお話だ。お見事です。また戦いたい。液晶撃ち取ったい。お見事、見せつけてくれますな。のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。無念なり。何じゃ関雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモード、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あ
とは任せたぞ、リクソン。定律の時代、お前たちが切り開け。リオモード殿、私はまだあなたから学ぶことが。大丈夫です。傷と疲労で危険な状態ですが、直ちに医師に見せれば。おそらく。そうですか、よかった。この戦、思うところがなかったわけではございません。ですが、全てを背負って戦ったこの方は何としても救いましょう。